ちゃかんだはい、いやいやいや、今日は一人ですからね、ものすごく緊張してますよというのも私こうラジオっていうのは本当にほぼ未経験というか、もう経験がないぐらいなので、いやー怖いうまくできるでしょうか。まあね、次からメンバーも来るから支えてもらって頑張っていきたいななんて思っておりますけれども、まずはね、私のことを軽く知っていただければなと思うので自己紹介させてください。はい、高見千佳役、稲見杏樹と申します。1996年2月7日生まれでございます。先日2月7日にお誕生日迎えて20歳になりました。イエーイ、というね、なっちゃいましたね、20歳なっちゃいましたね。まあ来るよね、そりゃいずれね、みんな通る道だからねはい、アイニャと同い年ですね。うん、はい、自分の性格を一言で言うと、そうね、割と自由な性格かなと思いますね。なんかまあ自由で言ったらやっぱちょっとチカちゃんと通ずるところはあるなと思いつつ、まあでもはっきりしてますね。イエスノーはすごいはっきりしてるタイプだと思います。趣味は一人水族館かな、あとは映画鑑賞、うん、とか、最近はちょっとなかなか映画館に行けなくなってて忙しくて、なのでそうだな、まあ DVD 鑑賞かなに変わってってますね今。特技はそうですね、私中学校3年間空手をやっていたので、そうなんですよ、だからあのね、回し蹴りかな。最近はでも前蹴りとか後ろ回し蹴りとかもするからね。あ、蹴り技かな、うん、あー、なんで空手やったかっていうと、そうですね、私もともとすっごい声が高い方だったので、で自分の声があんま好きじゃなくて、いやもうやだなと思ってて、バカにされちゃうなこんな声じゃって、なんとなくこう漠然と嫌だな自分の声って思ってた時に、空手を誘われて、まあ、舐められたくないから空手を始めたっていうっていう理由なんですけど、まあでもそれでも楽しくて3年間続いてますからね、しっかりやってましたけれども、はい、いや 今度の生放送で披露するしないよ。まあね、いつかねこうイベントとかでね言っちゃった、そういうこと言っちゃうから、もういつか振られちゃうんだから、ほん